2021年1月17日、あの日から26年の時が流れました。現在の神戸の映像です。ポートアイランド、海側から神戸の街を見ています。非常に美しい明かりが灯っている神戸です。午前5時現在の気温が 5.8 度。あの日の気温が 3.4 度ですから、比較的暖かい朝を迎えています。おはようございます。大阪読売テレビの報道フロアからお伝えをしております。阪神淡路大震災1月17日、今年は例年とは違う1月17日の朝を迎えました。そうです、コロナ禍で迎える阪神淡路大震災1月17日ということになりました。震災を知る人間がこの状況下でどうやって次の世代に震災を伝えていくのか、読売テレビではこの配信を通じて皆さんと共に考えていきたいと思います。この後流れる映像で気分が悪くなったり害される方がいらっしゃるかもしれません。その点には十分ご注意なさってください。今から26年前、実際に神戸で起こった大震災、その時を忘れてはいけません。建物がもう道路に壊れて、道は潰れています。ここだけではありません。もう辺りを見渡すと、西も東もわからないような状態でいろんな建物が壊れています。普段多くの買い物客でにぎわう神戸のセンター街です。辺りにはガスの匂いが立ち込め、時折、落ちてくるガラスの割れる音が響いています。そして中心部はご覧のようにアーケードがねじれた状態で崩れ落ちています。いつもは華やかな神戸の街が、まるで戦場と化しています。よく知れました、このデパートなど、大きな建物は、ことごとくガラスや壁が崩れ、やっとのことで立っているという状態です。東灘区の上空なんですけれども、道路が北向きに全く横倒しに倒れております。
もうこれはね、神戸じゃないです。見てください、これ電線全部ドロドロに溶けて、ほらまた家が崩れましたよ、あそこ。すべてがもう炎に包まれてます。もうこれは神戸じゃありませんと叫んだアナウンサーは当時26歳、現在52歳、今皆さんの前で喋っています。こういったことをどうやって伝えていくのか、しかも今世の中はコロナ禍です。では追悼行事が行われている神戸東遊園地の現在の様子を伝えてもらいます。神戸支局の丸井記者です。丸井さん、お願いします。追悼行事が行われている神戸市の東遊園地からお伝えします。この東遊園地というのは神戸市役所に隣接して、また神戸市の中心部にあり、震災直後は全国各地からの救援物資が届いた拠点となった場所の一つです。またこちらの会場には、こちらの東遊園地には震災で犠牲となった人々の名前が刻まれた銘板が設置されているほか、1995年に始まり、去年初めて中止となった神戸ルミナリエの終着地点ともなっているなど、震災の記憶と結びつく場所となっています。こちらではですね、今市民の方たちが竹や紙などの灯籠を前に祈りを捧げています。
この灯籠を並べて例年公募で決まった文字を描いているんですが、今年決まった文字というのが頑張ろうです。この頑張ろうという文字には現在の新型コロナウイルスの感染が止まらない状況や、また今年の3月11日で10年を迎える東日本大震災の被災地へのエールなどの思いも込めて、今年、復興から、すみません、神戸の復興を目指して、頑張ろう神戸という合言葉を再び思い起こそうという、震災を経験した神戸だからこそ伝えられるものがあるはずだという思いが込められています。そうですね、バルイさん、まもなく地震発生時刻の午前5時46分を迎えるのを前に、現在会場は厳かな、またピンと張り詰めたような空気が漂っています。はい、今丸井記者からの報告にもありましたけれども、当時は頑張ろう神戸というのが合言葉、みんながその言葉のもとに集まって復興を目指して、復興を見事に成し遂げてきました。現在はコロナ禍で非常に神戸が苦しんでいる状況で、また頑張ろう神戸という言葉が、例えば商店街であるとか、それからデパートに掲げられているのを私も目にしたことがあります。皆さんそんな思いで集まっていらっしゃるんでしょう。丸井さん、私の声は聞こえますでしょうか。はい、聞こえています。今会場はだんだん、震災発生時刻を迎えるのを前に静寂に包まれている状況です。そうですね、話せる状況で、はないかもしれませんが、小さな声で結構です。会場かなりコロナ禍で人が少ないかなと思っていましたら、画面上はかなり人が集まってきているなという印象なんですけども、いかがでしょう。そうですね、私が到着したのが午前4時半頃だったんですが、その頃はまだ人がいなかったんですが、今この地震発生時刻の午前5時46分を迎えるのを前に、だんだんと人が増えてきたという印象です。ただですね、それぞれ灯籠の前で過ごす時間を短くして、なるべくすぐに入れ替わるように過ごしているのかなといった印象です。リポートにもありましたけど、竹灯籠の数もそうなんですけども、その後ろの頑張ろうのがの字が今見えているような感じがします。そのがの文字が実は竹の灯籠ではなくて、これ紙の灯籠で今年はできているんですかね。そうなんです。今年ボランティアの活動というのが、やはりコロナ禍の中でなかなか集まってというのが、機会が少なくなってしまったことから、竹の灯籠が思うように集まらず、この行事の主催団体が、紙の灯籠、メッセージを書いた紙というのを市民から初めて今年募ったんです。例年ですと竹の灯籠にこう文字を書くのが、あまり多くの、文字が書き込めなかったたりしましたけども、この紙の灯籠、色とりどりで、皆さんの思いがたくさん描かれているような、そんな感じがしますね。後ほどですね、祈りを捧げた後にまた丸井記者には伝えてもらいたいと思いますが、丸井さん、気温の方は 5.8 度と報告を受けてますけども、例年に比べていかがですか。私は去年もこちらの会場で主催をしたんですが、それと比べるとあまり寒くはないのかなといった感じがします。今ですね、まもなく黙祷を迎えるのを前に、会場でアナウンスが始まっています。時刻は5時45分、まもなく30秒になろうとしています。丸井記者、後でまたよろしくお願いいたします。黙祷。
黙祷を終わります。お直りください。大切な人を思う、黙祷を発生しましたのは、その時間が過ぎるのも寂しい、そんな皆さんの気持ちが伝わってきます。では再び神戸市の東遊園地から中継をつなぎたいと思います。丸井さん、中継つながりますでしょうか。東遊園地からお伝えします、はい、今いるのはどのあたりでしょうか。現在見え、はいはい、今いるのが灯籠のそばなんですけれども、おそらく今映像で映っていると思われるのがこちらブースが映っていると思いますね、はい、画面の右側ですね、こちら、はい、で 今映していただいているブースが紙灯籠を作ることができるブースとなっています。で例年こういったブースは設けられてはいるんですが、密にならないように、炊き出しを中止としたり、またそのブースの数を例年よりもかなり少なくしたということなんです。例年私もその会場に毎年お邪魔してるんですけれども、炊き出しの香りがそのあたり一面に、ね、漂ったりとか、していて長い列ができたりとかもしていましたが、今年は、そういうのも中止という形になるわけですよね。ただ丸井さんね、こうやって見ていますと、コロナ禍で本当に来てほしいんだけど来ないでくださいって言わなければいけないという気持ちが交錯する中で、これだけの方々がちゃんとマスクをして間隔を取っていらっしゃってるっていうところを見ると、やはり震災のことを皆さん忘れないし、26年経ってこれからも忘れないでいこうという気持ち、ひしひしと伝わってきますね。そうですね、先ほどの訪れた人たちにも話を聞いたんですが、やっぱり来るかどうか迷ったという方は、いました。ただやはりこの被災した方々にとっては、この1年1年の重みというのはすごくこの毎年大事だというふうにおっしゃっていました、はい、先ほどの紙灯籠のところ以外に、今年は丸井記者は毎年で取材なさってますから、今年はこういうところにコロナ対策気をつけているんだというところがありますか。はい、こちら会場内の人が入れ替わるのを促すように、30分ごとに会場ではアナウンスが行われています。それは初めてのことですね。またですね、やはりこの、はい、そうですね、その人が密集してしまわないようにということです。またやはり今年一番の主催団体も言っていたんですが、コロナ対策というのが紙灯籠そのものだということなんです。でこれはですね、会場にこの直接足を運べない人もこれメッセージを書くことで、どこにいてもこちらの会場に思いを届けることができるというものになっています。なるほど、紙の灯籠にはさまざまな文字が書かれていたと思います、丸井さんから見て、こういうものがありましたという
ありましたか。やはりですね、その生きるという文字ですとか、うん、その神戸の街が元気になりますようにといった文字など、主にやっぱり震災から復興に向けた復興だったり教訓をこの語り継ぎたいという思いが書かれているメッセージが多く見られたという印象です。丸井さんは神戸の支局ということですから、これからもこの震災を伝えていかなければいけない、このコロナ禍を通じてですね、どのようにこれから伝えていき方をしたいと思っていますか。私去年もこちらの会場で取材をしたんですが、去年は震災から25年という節目だったということもあり、そうですね、例年より多くの人がいて、報道機関も取り上げ方が大きかったように感じます。で、一方でやっぱりこのコロナ禍という中で、行事の開催にこぎつけ、この規模だったり内容もまた全く様変わりしてしまいました。で、その中でもその被災した方々に話を聞きますと、この1年1年の重みというのは26年前のあの日からその方たちにとっては全く変わらないということなんですね、うん、去年の節目の25年であっても、こういったそのコロナ禍の特別な年でも、ある種特別な年でも、思いというのは変わらないというふうに話していたんです、で、私自身は出身は大阪 で震災当時は1歳で、両親からはその住んでいた地域というのはそれほど揺れなかったというふうに聞きました。で、そういったことから私は直接的には経験していないというふうになるので、こういってテレビを通じて、今だとインターネットを通じてこう、うん、震災のことを語り継ぐことに若干やっぱり葛藤のようなものを感じることがあるんですね、はい、ただ去年私震災を経験していない若い世代の方たちの活動、語り継ぎの活動というのを主催した中で気づいたことがあるんですが、うん、その方たちの活動を見ていた同じようにこう震災を経験していない若い世代の人たちが経験していないからこそ若い私たちに伝わる言葉で話してくれるというふうに話していたのが、印象に残っています。そうですね、その彼らの話を聞いて、はい、どうぞ。その彼らの話を聞いてですね、私も若干やっぱり葛藤のある中でのこう伝えるという立場になっていて、私も伝えていいんだということを感じました。その自分にできることで、一人でも多くの人に震災の記憶を伝えることが、報道に携わる者として、また関西で生まれ育って今もこの関西に住む者として、していかなければいけないことなんじゃないかと取材を通して思いました。はい、ありがとうございます、今丸井記者からも話がありましたけれども、当時はもちろん携帯電話も限られた人にしか、持っていなかったというか、まだ普及をしていませんでした。それから連絡手段として今当たり前の SNS なんてものもありません。携帯電話にカメラがついてその周りの様子を映すなんていうことも我々にはできませんでした。何しろ私は読売テレビからその長田の火災現場に入るのに10時間かかって現場に到着しました。そこで目にしたのは、消火したいんだけれども水すら出ない消防隊員が泣きながら、何とかならないか、水が出るところはないかと私たちに話を聞いてきた。こういったところからも本当に無力だったなというのを改めて感じました。さて、ここで地図をご覧いただこうと思いますが、今丸井記者がいましたのがこの東遊園地というところです。 JR の三宮駅、全国の皆さんはこの神戸というと、神戸駅というふうに思いがちかもしれませんが、実は、神戸の中心地はこの三宮という駅にあります。阪神、阪急、JR、主要な路線がここに密集しているところですね。ここから歩いて南の方ですね、海の方ですから、
歩いてだいたい 7,8 分のところ、まだ地下道もこのすぐそばまで来るぐらいの近さのところに会場はあります。ただこのように近いんですよと言っても、今回は皆さんにぜひ行ってくださいというふうに言えないのがコロナ禍です。そして逆に北の方ですね、こちらの方に行きますとビーナスブリッジというところがあります。このビーナスブリッジは先ほどトランペットを吹いていらっしゃる方がいましたが、哀悼の意を表してトランペットを吹くという、ここから山の上から神戸の街を見下ろしながらトランペットを吹くということになっていました。さてもう一つこちらをご覧いただきます。阪神淡路大震災で亡くなった方々等の数です。亡くなった方6434人、そして怪我をなさった方4万3000人以上です。行方不明者の方もまだ3人いらっしゃるということです。マグニチュードが 7.3 とありますが、ここで皆さんと共に考えなければいけないのが、マグニチュード6以上の地震が起きているのは世界中で日本が 20% に超えるという数値が出ています。我々はいわゆる地震大国に住んでいるんだと、常に備えなければいけないんだということです。ではその他にも中継が出ておりますので、伝えてもらうことにいたしましょう。先ほどお伝えしましたこのビーナスブリッジには、実は入社1年目の多度記者がいます。多度さん、伝えられますか。はい、こちらはですね、神戸市中央区のですね、諏訪山公園内にありますビーナスブリッジという場所です。こちらはですね、標高160メートルのところにありまして、神戸の街並みを一望することができます。先ほどまでは、トランペット奏者の松平明さんによるですね、演奏が行われておりました。松平さんの演奏はですね、2019年に一旦は実行委員会のメンバーの高齢化によりまして、終了することが決まっていたんですが、2020年以降もですね、天国に一番近い場所での、追悼式をやめるべきではないということで、続行が決まりました。松平さんご自身も新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が出ている中でですね、こちらに来ることを迷われたというふうにおっしゃっていましたが、やはりトランペットの音色が神戸市の皆様のその激励になるのではないか、そういうふうな思いを持たれているそうで、こちらに来たというふうに先ほどおっしゃっておりました。多度さんは出身が東京ですよね。はい、はい、そうです。しかも関西の放送局での記者という道を選びました。これから震災をずっと伝えていかなければならない、はい、私たちもその多度記者にどんどん経験を伝えていかなければならないんですが、あなたは今そこに立ってどういう思いをしていらっしゃいますか。はい、今まで先輩の記者の皆様から阪神大震災のことに関していろいろ教えていただいたんですけれども、その時やはり1月17日の午前5時56分を境にしまして、多くの人の命がなくなったという、そういった怖さ、儚さ、そういうものをこう教えていただきました。現場でですね、松平さんのトランペットの演奏を聞きまして、こう今まで怖さとか儚さ、そういった部分のこう感情が多かったんですけれども、松平さんのトランペットの演奏というのはこう被災者の方々に対して希望になっていたんだなと、そういうふうに感じました。多度さん、実を言うと、はい、私も関東出身で関西の彼女も知らずにこちらの方に来て、はい、3年目にこの地震にあって伝えることになりました。はい、私の経験があなたの糧になるか分かりませんけれども、はい、そういう現場を通じてどんどんと伝えていってください。はい、分かりました。私も東京出身でして、全く阪神大震災のことに関して学校で少し学ぶ程度だったんですが、
今後はですね、やはりこの阪神大震災ということを積極的に学んでいくっていうことが大事なのかな、そういったものが地域差を埋めていくのかなというふうに思いました。はい、では続いての中継に参ります。先ほど今伝えてもらいましたのがこのビーナスブリッジですが、また南の方におります。今度は東北出身の記者がいます。さくら記者、伝えられますか。はい、私も5時46分の瞬間をここ東遊園地で迎えました。例年ですと東京岩手県の会場に、東京岩手県に別の会場を設けまして、でこちらの東遊園地とオンラインでつないで黙祷が行われるんですけども、はい、今年は新型コロナウイルスの影響で、その集いが、その別会場を設けた集いが行われないということになりました。しかし、Zoom を使ったオンラインでの集いが行われて、そこで黙祷が行われたということです。またそのオンライン上での集いは、今日の夕方の5時46分にもまた行われるということです。はい、また奥の方見えますでしょうか。はい、ここは海抜10メートルと書かれたパネルがあります。あれはですね、東日本大震災の、岩手県の、津波の高さを表しているパネルになるんですけども、うん、そのように地域を越えて大災害の教訓を伝えていこうという様子が伺えます。岩手出身の桜記者だからこそ言えると思うんですが、その阪神淡路の追悼の場所に来て、はい、今自身で感じるところってあるんじゃないですか。そうですね、私自身も東日本大震災の際に岩手県にいて、地震自体は経験していたんですけども、やはり神戸の街というのは阪神淡路大震災があったということは知っていたんですけども、なんかどちらかというと復興が早いイメージといいますか、やはり都会なので、まあ私たちその東北の地震とは違う、被害は大きかったとはいえ何か違うものを感じていたんですけども、今日実際にこの会場に来てみて、まあいつもと違う神戸、かつ当時の思いを伝えたいという人々の思いを感じて、その時に26年経ったわけなんですけども、東日本大震災、阪神淡路大震災、この大災害、やはり今後も伝えていかなければならない、それに対して苦しみ悲しみを今も持っている人が実際にいますし、それを未来に伝えていかなきゃいけないという強い意志というものも改めて感じました。桜さん、東日本も、まあ、我々よくないんですけれど、はい、大体こう5年とか10年とか20年とかってい う, こう節目をつけたがるのが人間じゃないかなと思うんですね。ただ東日本の方も、はい、いわゆるそのコロナでありながら、かつ節目という時を間もなく迎えようとしますよね。はい、そのあたりでコロナに負けずにこう伝えていくという、桜さんはどうお考えですか。はい、私事の話になってしまうんですけども、岩手県にいた時に津波の被害を受けた方に話を伺うことがありまして、東日本大震災の津波というのは過去最大の津波だと言われていた、だけども実は数百年前にも同じような津波の被害があったことが、その東日本大震災の後に分かった、つまりその数百年前の教訓がちゃんと今の世の中に伝わっていれば、同じような被害、悲しみを経験しなかったかもしれない、だからこそ、まあ、どんなに時代が超えても伝え続けなければいけないんだという思いを聞いたことがありまして、だからこそやっぱり節目節目、もちろん大事ではあるんですけども、節目の年に災害が起こるかって言われたらやっぱりそうではないと思います。なのでもういつの年であっても、そしてそれが何百年何千年であっても変わらずに、その時を生きている方々に教訓が伝わるっていうことは本当に大切なことだと思います。はい、わかりました。
ではこちらをご覧ください。今東遊園地とビーナスブリッジから中継をしました。もう一つ震源地にほど近い、北淡震災記念公園、こちらの方には阿部記者が出ています。阿部さん。はい、こちら北淡震災記念公園からお伝えします。こちらはですね、阪神淡路大震災の震災にほど近い旧北淡町に建てられた、震災記念館です。はい、当時の断層が見ることをできる野島断層記念館、こちら国の天然記念物にも指定されていますが、日本で唯一当時の断層を見ることができる場所でもあります。先ほどまでですね、こちらの会場では、追悼行事のうちの黙祷であったり献花が行われていましたが、現在は人は少なくなっております。はい、かなり風が強そうですけれども、淡路島は寒いですか？そうですね、先ほどの参加された方にもお話一緒に聞いていたんですが、やはり海が近いこともあって非常に風が強く、体感気温は低く感じます。普段はかなりの人がいらっしゃっていると思いますが、今回はコロナ禍、人というのはどうだったですか？はい、普段ですと100人から200人ほどの方が来られるというふうにお聞きしていたんですが、今年はその市の方であったりその担当の方も含めまして 2,30 人ぐらい、およそ10分の1程度の人数だったかなと思います。阿部さんは伊丹の出身で、はい、実際にご家族が被災していると聞いていますが。そうですね、私兵庫県の伊丹市出身なんですけれども、祖父母が当時そちらに住んでまして、銭湯を経営していたんですけれども、そちらの銭湯がですね、今回の阪神淡路大震災の影響で、半壊しまして、煙突も折れてしまったということで、その40数年祖父母のさらに上の代から続いていた銭湯なんですが、はい、廃業するという事態になったというのを昔聞いたことがあります。実際にその銭湯が半壊した、おじいさんおばあさんご家族の夢を奪った断層のズレが目の前にありましたよね。それを見たときはどう思いましたか？はい、やはり映像であったりその教科書であったりそういった資料で見たことはあったんですけども、実際生のものが目の前にあるというのはそれだけで言葉を奪われると言いますか、なかなか表現しづらい感情になりました。はい、被災した家族を持つ人にしか言えないことというのもあると思います。今後も取材を続けてください。はい、ありがとう。このように最小限の人数で、3カ所から中継をさせていただきました。私は去年まで毎年この東遊園地という現場でこの時を迎えてきました。今回はそれを断念して配信という形で皆さんにお伝えすることを選択いたしました。私たちが知っていることを次の代にどう伝えていくか、それは伝え続けること、そして皆さんには備えてもらうしかこの震災を防ぐ道というのはありません。この震災が残した悲しみだけでなく経験というものをどう伝えていくのか、この先5年10年どうしていくのか、皆さんもこの配信を通じて考えていただければと思います。今日はお時間をいただきありがとうございました。建物がもう道路に壊れて、道は潰れています。ここだけではありません。もう辺りを見渡すと、西も東もわからないような状態でいろんな建物が壊れています。
普段多くの買い物客でにぎわう神戸のセンター街です。辺りにはガスの匂いが立ち込め、時折、落ちてくるガラスの割れる音が響いています。そして中心部はご覧のようにアーケードがねじれた状態で崩れ落ちています。いつもは華やかな神戸の街がまるで戦場と化しています。よく知れました、このデパートなど大きな建物はことごとくガラスや壁が崩れ、やっとのことで立っているという状態です。東灘区の上空なんですけれども、道路が北向きに全く横倒しに倒れております。もうこれはね、神戸じゃないです。見てください、これ電線全部ドロドロに溶けて、ほらまた家が崩れましたよ、あそこ。すべてがもう炎に包まれてます。どこへ、これ運ぶからよ。どけて。
新しいの。新しいがそうですね。あのね、真ん中に。取りに来なかった人には、はい、渡しますので。